皆さんこんにちは。なるほど天です。今日もブレインアウトで遊んでいきます。本日は番外編でいきましょう。ということで、こちらの新着ウイルスを排除ですね、こちらのステージ遊んでいきます。さあ、こちらは全10問いいですね。私いつも10問ですからね、1話。さあ、ナンバーワン、正しいマスクの外し方は。と、まあ耳をあれですか、外していただくと。お、 OK です。確かマスク裏表があるんですよね。まあ、一般的にはマスクの紐がついてない方が内側らしいですけど、まあでもマスクによって変わるみたいですから、説明文にちゃんとした付け方書いてありますからね。私がお使いしているのは、内側に紐がついている方でしたので、なんか今どちらもあるみたいですね。さあ、ナンバー2、ウイルス感染を予防できるのはどのマスクと。何ですか、これ。あ、ちゃんとメーカーさんのマーク入ってるってことですか？正規品ってことですね。他の非正規品だったんですか？さあ、ナンバー3、マスクの付け方をチェックと。なんですかね。付け方？ん？なんか今一瞬。ふぅーじゃない。で、ダメ。一回転負けて。お、これでいいんですね。ですね、確かあの真ん中のシワシワがありますよね。あれが下向きが正解ですよね。確か上向きだとあの菌とかがですね溜まってしまうので、下向きにしないといけないと。まあ要はホコリとかも溜まっちゃいますからね、溝とかあったらそういうところに。さあ、ウイルス感染を避けるにはと。マッスルマッスル体を鍛えることがあれなんですか？違いますよね、多分。ウイルス動きますね。家に入る。OK です。体を鍛えると免疫力が高まるけど、ウイルス予防には家の中が一番安全と。マスクとか手洗いとかですよね。大事ですよね。さあ、ナンバー5。ウイルスに打ち勝とうと。お、病原菌。これ大きくするんじゃないですか、もしかして。違いますかね。ちょっと私の指が大きいから、ダメ。連打してもダメですね。ここにポンとポン。違いますか、ウイルス合体してませんかね。さあ、じゃあヒント見ましょう。白血球で小さなウイルスから、あ、食べていたら大きくなるんですか、もしかして。お、あ、そういうパターンですか。なるほど、面白い。大きいと口の中に入ると。でもヘビとかすごいですね、丸飲みしますよね、大きい方。さあ、抵抗力を上げることがウイルスに勝つ最善の方法と。さあ、ナンバー6、ウイルスが付着した手を洗浄しようと。ティッシュをまずつけて、ピョン。いや、ちょっと待って、なんで炎がついてくるんですか、これ。え？まあ、ダメですね、燃えちゃいますよね。75% だからダメっていうわけじゃなくて、ティッシュ、わからない、ちょっと。何かないですかね、こうティッシュ取れないんですかね。取ってペタペタって洗浄できない。うん、何か方法があると思うんですけど、この炎なんで動くんですかね。これがちょっと怪しい。じゃあヒント見ますか。火を画面の外に出してから。なんで、そもそもなんで火がくっついてくるか分かんなかった。アルコールは、あ、そういう意味ですか。そうですよ、皆さん気をつけてください。まあ要は度数が高いと引火しちゃうってことですね。まあスプレーとかガスとかもそうですけど、
引火しちゃいますからね。さあナンバー7、外出者にマスクを配ろうと。分かれますね。え？マスクあげますよ。あ、ちゃんと口に持ってこないといけないと。どういうこと？外出しないでと。うりゃーと。あ、なんか行けますね。どっかありますね、これ。さては。あ、この方外出しないでと。なるほど。家に閉じ込めるパターンが多いですね。やっぱり結局家の中が一番安全ってことですか。さあではナンバー8、エレベーターを使って部屋に戻ったとき、まず何をすると。まず手洗いですよね、大事なのは。はい、手洗い。いいんですか。いいんですか。一発正解ですけど。ウイルスはエレベーターのボタンに残留している可能性があるから、外出先から戻ったら必ず手を洗おうと。さあナンバー9、使用済みマスクの処理方法はと。え、ゴミ箱に。ダメですか。消毒。まず火を隠しますか。あー、隠せない。燃やしたらダメ。リュックに閉じ込めてもダメ。私普通に捨ててますけどね。ダメってことですか。ポンって入らない。燃やしてもダメ。なんかリュックが出てくるとかでもない。洗浄してるわけじゃない。え、なんですかね。あ、なんかまたある。なんですかこのデスボックスみたいな。え、これ何が違うんですか。外に漏れないってことだ、空気が。有害ゴミとして、あ、有害ゴミってあるんですか。ゴミ捨て行ってますけど、あれなんですね、燃えるゴミとかじゃないってことですか。まあ、燃えないゴミでもないですけど。さあ、ナンバー10、ラスト問題いきましょう。室内でのウイルス感染予防方法はと。まあ、まず水を飲むのがいいみたいですよ。水うがいが普通の、あれですよね。もういいらしいですけど、マスクですよね。あの、換気もしたことがいいので、換気。そう、換気を忘れてダメと。まあ、今、あれですよね。新型コロナウイルスがものすごく流行してますので、まあ、手洗いとかうがいとかですね、して予防してください。でも、すごいことになってますから、まあ、今まで私も体験したことないレベルですよね。なるべくも弱い30代でございますが。いや、もう、ウイルスに勝たないとですね。脱ウイルスということで、ですね。では、今回の動画ですね、以上させていただきます。よろしければ、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひお願いいたします。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。